はい、さっきの丸。直径12ミリかな。まあ、印よりちょっと大きめなんですけど、印がしっかりくり抜けられるように綺麗に打っていきましょう。うん、一発で貫通しました。はい、でこれを2枚、2枚でしょう。はい、すべての穴を開けましたら、今度これカシメですね。カシメサイズシャープ28を打っていくんですが、これは上下上下あります。五円玉みたいに平べったいだけのやつと、このなんていうの、まあ足がついてるやつで、足ついてる方が表に来るようにします。で五円玉みたいなやつも裏表あるんで、おっとっとっと、これ溝がついてる方が裏で、溝ない方がまあ表なんで、これをひっくり返した時に表側を上からまあ刺していくという感じなんですけども、先にまず足付きのやつをね埋めていきますね。28番結構デカめなんで、ちょうどコードが通るぐらいかな。巾着袋だからね。いきましょう。ここまで来ましたら全部上付けた状態、6個でひっくり返して、でこのタイミングでこういうの使います。これ内具なんですが、ハンマーともう一個必要なんですね。土台、2つついてます。でどっちだっけな、あれこっちが下か、こうなってる方が下で、これちゃんと噛むようにね。で上からこいつをかぶして、でちっちゃい棒、この時に五円玉を表にして乗せます。乗せてからので、なるべく下は本当に何もない硬い状態のものでね、行っていただけたらと。ちょっと鳴らします。でここで本ちゃんで一気に叩くと、そうすると綺麗にね、足んないなと思ったらもう一発ちょっとこう行って、綺麗に噛んだって感じですね。これ全部12箇所ちょっとじゃあ進めておきますんで、はい、このタイミングで CMC 塗ります。 CMC は仕上げ剤ですね。基本僕は最初の段階で、本当に一番最初の段階でやるんですけど、巾着とかバッグに関しては YC レザークラフトだとこのタイミングです。ヌメが多いんで、基本的に YC レザークラフトって、こちらも単品試しだったんですが、そんなに、まあ、皮の変化に影響がない。塗るとですね、 CMC 仕上げで塗ると皮が柔らかくなりすぎちゃってカットするときに伸びるし、結構水分多めの CMC だとちょっと塗ったときに乾燥でちょっと縮む傾向もあるんですね。だから一番最初トレース前にはやるんですが、巾着はこの段階でやっちゃいます。さほど影響ないんでね。はい、塗り終わりましたんで、少しちょっと乾かします。また乾かしてから言いましょう。さあ、ね、なんとなく乾きましたんで、なんとなくって、でここからです。また巾着を使いますね。
ちょっとこうひっくり返したら、これは今回巾着じゃないや、なんだっけ、両面は取ります。今仮止めでちょっと仮で貼りますが、途中でまた取ったりするんで、ちょっとこう外して、これ2箇所さっといっちゃいましょう。すべてこの作り方は独学です。独学っていうのも編み出しました。ただ習ったわけでもなく、だから完璧な完全な作り方じゃない可能性もあるんですが、至ってここはシンプルなんで。あ、でもあれか、問屋のメーカーさんから教わったのか、ちょっとあれ、ほんと軽くね、ほぼ独学で作りました。サイズだった。じゃあ巾着のね、ここをあのテープ貼ったんで、これを結構もう目分量的なものあるんですけど、真ん中に、オッケー。そしてこういう感じで、まあ、こういう感じで、貼りますね。反対側も行きましょう。はい、でまず片側作っとったら、これをどっちからがいいかな、まあ要は打っていくわけです。ステッチ穴を、ステッチ穴を打っていくんですが、どっちからがいいかな、こっちが一応上だからこっちを表にしようか。ちょっとこの辺やりづらいんですけど、まあ1センチ弱、これあれだね、貼る前にやっとけばよかったな。じゃあこう縫い代を沿って、これがあのステッチライン、ステッチラインになります。結構あれね、できましたら、ここディバイダーを登場させましょう。やや細かめ、うん、はい、端っこは1センチぐらい間隔かけてもらって、ここも早速行きましょうか。すごくね、もうこの辺から細かくなってくるんで、手が見えないっていうね。あとはこれもう点に沿ってひたすらもう締め石で打っていくだけなんで、点もしかも結構見づらいっていう状況なんですけども、まあでもこれに沿って点に沿って締め打ちを開けていくだけなんで、またちょっとここもスキップいたします。では次の動画で、はい、全部穴開けました。で開けたんですけど、これひっくり返した時にテープが絶対こう見えてきちゃうんですよね。なのでこれ一回ちょっとしょうがないんですけども、取ります。取ってテープを地道なんですが、これは剥がしていきます。じゃないと固定できて穴開けれないんで、剥がれましたと。そしたら今度反対側行きましょう。反対側も全く同じあの流れなんで、ここはちょっと割愛をさせていただきたいと思います。ではまた次の動画で。はい、両面テープ取り終わりました。でもうそこにも締め打ちで縫い代を、縫い穴を開けましたんで、半分ずつ縫っていきます。で、まあ、これは
この縫っていく動画だけになってしまうので最初のある程度の一歩をちょっと、踏み出したらスキップをして、また続きからね、やっていきたいと思います。じゃあちょっとここはもう縫い進めていっちゃうだけなんで、また飛ばして、まあ全部縫ってからまた、再開しようかな。それじゃあまた。